が開催される日産スタジアムに来ています。今回 J リーグ全38クラブにゆかりがあるグルメが販売されるということで、早速行ってみたいと思います。 J クラブグルメ大集合、すごいね、楽しみ。ここはケバブ、ケバブ決め勝ちでございますでございます。そうそうそう、私コメントで、ブログのコメントで、あの栃木の一枚岩チキン、すごいでっかいからびっくりすると思うけど食べてみてって言われたんですよね。確かにでかい、食べたい。これ私一枚ください。はい、ほう、いきます。めっちゃでかい、やばい、めっちゃおいしい。チキン一番大好きなんですよ。めっちゃ美味しい。よかった美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、ベーソルカリーか。スタジアムに行った時にマネージャーさんが食べてて、すっごい美味しそうだったの。あー、炎のカリーパン、これ私食べました。そういえばその時ちょうど山形が対戦相手が湘南で、湘南のその名産品のしらすが入ったカレーパンで、相手チームを食べて勝つぞっていう願掛けみたいな。カモ、カモ入り、カモ入り、へえ、美味しそう。すいません、ありがとうございます。すいません、ちゃんとフーフーしてから。あっこ、うん、めっちゃうまい、めっちゃおいしい、やばい。すいません、今何食べてるんですか？これが一番おいしいの。これはおいしいです。どこの？湘南の、湘南のしらす。しらすが柔らかくておいしいです。豆腐の、あ、鶏もつ煮、鶏もつか、これも美味しかったんですね。すいません、何をしていたんですか？何を食べようか、そしてグランパスの応援をどうしようか。おお、グランパスの、はい、グランパス、あー、すごいなんか気になったグルメとかありますか？なんか気になった、湘南名物釜揚げしらす丼。やっぱしらす丼人気ね。ジェイクラブの味です。めちゃくちゃうまいです。まあ、超大好きです。あ、そうなんですね。一回も食べたことない。めっちゃくちゃうまい。それおすすめ、おすすめ。今何食べてるの？富士宮焼きそば、おいしい、おいしい。そっか、よかった。今日はどっちの応援で来たの？アントラーズ。アントラーズ、そっか。じゃあ頑張って応援してね。おいしそうなもん食べてるんで、なんだろうと思って来たんですけど、なんですかこれ？相手の食事で、あー、グランパ、相手の、おいしいですか？あ、おいしいよ。あー、なんか体が温まりそうですね。うん、そうだね。ねー、そうですね。そちらは何を？あ、ケバブ、ケバブ応援頑張ってください、はい、ありがとうございます。急にすいません、限定販売を行っております。いいね、なんでやねそう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 、オッケーオッケーオッケー。え、おいはー、オレくん久しぶりなんかすごいことなってるけどJ’sゴールで皆さんにおすすめのグルメを教えてくださいとお願いしたところ、385,802票もの投票がありました。ありがとうございました。それでは早速発表したいと思います。まずは第3位、第3位はガンバ大阪道頓堀くくる大たこ入りたこ焼きです。万博のおいじい横丁で販売されている本場大阪のたこ焼き、去年は全国各地のスタジアムにも出店し、どこに行っても大人気でした。それではいただきます。あー、おいしそう、すっごいふわふわうん、本当にね、たこがこんな、こんな入ってんの、
ガイナーレ鳥取大山ガイナバーガーです。山陰地方の方言で大きなを意味するガイナ、国産豚の腕肉を原料とした1枚およそ 130g のガイナソーセージステーキがパンに丸ごと挟んであります。いただきます。いやーすごい、見てください、めっちゃでかい。豪快にガブリと。うん、おっきい。おいしい、ソーセージ大好きだから。なんかハンバーガーじゃないけどハンバーガーみたいな。中に野菜もたっぷり入ってるしね。これ女性の方でも全然美味しくいただけます、うん、第1位はファジアーノ岡山米粉角煮まんです。米粉の良さが十分に発揮された角煮まんじゅう。岡山産の米粉を使用したもっちもちの生地にとろける角煮が入った新しい食感が人気のグルメです。それでは第1位、いただきます。残念ながら完売しちゃいました。いや楽しみにしてたのにな。でも完売しちゃったっていうことはそれだけやっぱ人気があるっていうことで、1位に選ばれるだけのことがあるんじゃないかと思うので、すごい今度は岡山に行って実際にそこの岡山で、岡山のスタジアムで食べたいと思います。というわけでサポーターの皆さんおすすめのスタジアムグルメ、このような結果になりました。いやまだまだ私が食べたことがないグルメがたくさん載っているので、すごいスタジアムのグルメ食べた気になってたんですけど、まだまだだったんだなっていうことに気づいたので、今年も1年グルメ楽しみたいと思います。さあ J リーグはいよいよ3月5日から開幕します。皆さんぜひスタジアムに足を運んでくださいね。そしてグルメもたくさん楽しんでください。私も今年もね、1年全国のスタジアム回っていきたいと思うので、ぜひその時スタジアムで見かけたら声をかけてください。楽しみにしています。それではさよなら、バイバイ。